落成口駅は京都府京都市西京区川島6の坪町にある阪急電鉄京都本線の駅。所在地は駅舎があるホーム北側の地名となっているがホームの南側は向こう市字戸町にまたがっている。駅番号は HK-80。終戦翌年の1946年東向駅、桂駅間にもずめ駅が設置された。 駅名は西に隣接する集落、モズメに由来するもので、戦時中、このモズメの東側一帯の農地に軍事工場が建てられ、その最寄り駅としてモズメ駅が新設されたが、開業時にはすでに終戦を迎えており、わずか2年で廃止された。その後、桂駅周辺の道路事情と地域の再開発に合わせて再び駅が設置される運びとなり、2003年に、 落成口駅が開業した。阪急電鉄では、1973年に、千里線、山田駅が開業して、以来30年ぶりの新駅開業とあって、開業の際には、京都線の一部車両に開業記念のラッピングや、特製ヘッドマークが施され、また、自動券売機限定も含めて9種もの、開業記念ラガールカードが発行された。 プラットフォーム相対式ホーム2面2線を有する、高架駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。ホームは高架だが、改札口、コンコーストイレは地上にあり、改札口は、河原町寄りに1箇所設置されている。コンコースと、ホームとの間には、上下線ホームとも、エレベーター1機、エスカレーター2機が設置されている。 開業当時の駅舎は、この付近の立体交差化が近く開始されることがすでに決まっていたため、簡素な作りの駅舎であり、地下道や古墙橋なども設置されず、それぞれのホームに改札口が作られていた。下り線ホームが高架化されるまでは、前述の理由から改札内で相互のホームを行き来することはできなかった。駅舎入り口の駅名標やホームでは竹をイメージした装飾が施されている。 当駅のイメージキャラクターは、楽姫ちゃんである。隣の桂駅の構内配線の関係上、桂車庫からの出港を兼ねた、当駅始発の大阪梅田駅があり、平日朝に普通が3本、と休日朝に準急が2本設定されている。地上駅時代は乗り場番号は設定されていなかったが、公開後は行き先表示に1号線、2号線と表記されている。 各年度の1日平均乗車、乗降人員は、下表の通り。西口に落成口駅前停留所、東口には、川島6の坪町停留所がある。当駅開業以前は、いずれの停留所名も、川島6の坪町で、同一の停留所としての扱いであった。2011年3月26日の市、バスダイヤ改正より、69系統も、 落成口駅前に停車するようになった。2020年12月31日までは、下記のほか阪急バスも乗り入れていた。落成口駅前、阪急落成口西川島六の坪町、ABC 山村沙田を、もはゆに阪急京都線に落成口駅開業、レールファン第50巻第5号、鉄道ともの会、2003年5月1日、23ページ。AB、 阪急ステーション、阪急電鉄株式会社コミュニケーション事業部、阪急ワールド全集4、2001年、106ページ。ISBN4 から894850516。AB o 徳にの歴史を学ぶ、改編著、京都大徳に、歴史を歩く鴨川出版、2006年、147ページ。ABCDE 幾多摩と、阪急京都線。 千里仙街と駅の一世紀彩り流車、懐かしい沿線写真で尋ねる、2013年、4から6.36ページ。ISBN 978から4から779117268。海軍省が建設し、三菱重工業が航空機用エンジンを製造。ABO 特にの歴史を学ぶ、海部編長、京都特に、歴史を歩く鴨川出版、2006年。 148ページ。AB 阪急アドエージェンシー編、阪急電車京都線沿線町歩き手帳阪急アドエージェンシー、2017年、129ページ。都市計画事業、阪急京都線連続立体交差化事業、落成口駅付近の高架化工事の進捗に伴い、上り線及び落成口駅上りホームを10月26日初発より、 効果に切り替えます京都市、阪急電鉄、オリジナルの2020年12月10日時点における、アーカイブ。https://web.archive.org/.web/.2020121007223 個 https w w w h a n k y u h a n s h i n c o j p スラッシュレガシーデータ。Ata, ir データ。er 2億130万 7253n に pdf 2020年12月10日閲覧。阪急京都線。連続立体交差化事業落成口駅付近の、鉄道高架化工事の進捗に伴い下り線及び、 洛西口駅下りホームを3月5日、初発から降下に切り替えます。これにより3カ所の踏切がなくなります。京都市、阪急電鉄、オリジナルの2020年12月10日時点における、アーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20201210072130/.https www.hanku.co.jp スラッシュカンパニースラッシュニューススラッシュ pdf スラッシュ3918 pdf 二零二零年12月10日閲覧。東都阪急落成口第一期エリア2018年10月22日、グランドオープン京都の新しい街づくりにつながる、エリアへ阪急電鉄、オリジナルの2020年12月10日時点における、 アーカイブ。https://web.archive.org/web/20201210072715/https:www.hankyu-han-shin.co.jp/upload/news/6273/pdf2020 ht 年12月10日閲覧。 落成口、来駅間プロジェクト、トっト阪急落成口第2期エリア2020年1月29日にオープン、新たに3店舗が開業し、落成口駅がより便利になります阪急電鉄、オリジナルの2020年12月10日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 0 1 2 1 0 0 7 3 1 0 8 h t t p s w w w h a n k y u h a n s h i n c o j p u p l o a d n e w s 7 3 6 8 p d f 2 0 2 0年12月10日閲覧。学生口。 カツラエ機関プロジェクト、トーット半球落成口第3期エリアが2月1日に、オープンすべてのエリアが開業します。半球電鉄、オリジナルの2021年2月1日時点における、アーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20201225003/.https。 www, 阪急阪神 COJP, リリースドックス D0DB8A42E082A252、e、億1237万 3693A51F2 フフビット 09824C90PDF2021 年2月21日閲覧。京都市統計所、第8小都市施設07施設しない駅。 乗降客数京都府統計所、鉄道乗車人員、2020年12月31日、長岡京市、向こう市域一部系統の路線廃止について、阪急バス、2021年4月29日閲覧、もずめ駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。